言える話、あ、来てます来てます、危ない危ない、あ、もうギリ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 乗ってないです。その話はやめよう、それはやめましょう、いい話。さっきは青いお酒もらっていいですか、はい、青いお酒、はい、じゃあ来ましたよ来ましたよ、はい、ここがある意味メインかもしれない藤沢さん、リッキーさんというこのディレクターさん夢の共演ですよね、まあ、まさかの組み合わせ出てきてますけど、とりあえずハイボールもらいに来たらこの展開で、本当はここはあの藤沢さんだけだったんですけど、うん、リッキーさんいらっしゃったんで、一応ここはね、あの僕も酔ってますけど、ここは皆さんが求めてるやっぱドラクエの話をしようと思うんで、じゃあ藤沢さん、さっきはあのクイズのアプリの話しかしてないわけじゃないですか、はい、ドラクエの話、ドラクエどうですか、しましょうか、はい、うん、ドラクエ今やってないっす、いやでもね、まあ、それはしょうがないですね、うん、その話はそれちゃんと言っとかなきゃいけないなって、あの最初、うん、ドラクエやめてからもうしばらくドラクエ10プレイだけは続けようと思ってやってたんです、はい、だけど俺もともとの習慣で、はい、遊んでる時に気になったところをメモる習慣があったんですよ、はいはい、でもう直せないことずっとメモってるんですよ、はい、であ、なるほど、一回一気に言おうかなと思ったけど、あ、それ言うのやめようと思って、うん、でその時にもうゲームもやめようと思って一回離れてるっていうのも、まあ、それも理由の一個だし、うん、あとまあゲーム遊びながらゲーム作れないんで、うん、しょうがないかなと思って今、まあ、ずっとやめてるってわけじゃないんだけど、いつか時間ができたらまたやりたいなと思ってるけど今やってないです、うん、はい、でもね、あのそこはね、俺ピザさんすげえなと心から思うことがあって、はい、あのまあそのバージョン2はリッキーよろしくねって言った後に、はい、まあ、半年ぐらい期間があるわけですよ、はい、そのバージョン1を続けながらバージョン2を作る機会の時に、はい、当然藤沢さん現場にいるからね、はい、あのまあ、重なってる期間があるわけですね、そうそうそう、でもうバージョン2の決める会議の時も藤沢さん俺ずっと呼んでたの、はい、呼び続けてたんだけど、藤沢さんがあの会議中に突然切れて、切れてあの、まあ、そんなことあの俺がなしでお前らで決めろっつって、はい、会議室をねすごい勢いでドバーンって言って出てったのよ、おちょっと持ってない、いや持ってない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 よ、そうか、うん、でうちらポガーンってしたの、残されたやつらで、はいはい、うわどうしようみたいな状態になるわけだ、でその時に初めて、あ、この人本気なんだと思って、あ、じゃあそれは、うん、あのね、リッキーには一回言ったんだけど、はい、俺がいるとスタッフがみんな俺の言葉待つんですよ、うん、まあまあそうですよね、リッキーがディレクターなのに、まずてリッキーさんだから、藤沢さんはなんて言うんだろうみたいな顔でスタッフが待つから、うん、これ絶対ダメだと、みんなリッキーの方を見させるためには出てくしかないと思って出てったということであって、うん、あなたが憎かったんじゃないのよ、いやいや、あのね、今俺は分かるけど、はい、あのね、なかなかね、それできないんだよ、まあ、そうですね、やっぱ自分の作ってきたものですし、後継者、そうそう、後継者をこの人に託しますって言った後も気になってしょうがないはずなのよ、うん、なぜならその愛情があって作ってるから、はい、だけどそこでそういう割り切りができるってすごいなってやっぱ今は思う、そのね、そのリッキーがそう思ってるよっていうことの生産も割と最近されたじゃないだから俺もしかしたらリッキーがずっとあの野郎怒って出てきやがってって思ってんのかな、いや思ってない思ってない思ってない、いやこの人かっこいいなってずっと思ってた、そうそう、思ってもらえればよかったです、かっこつけたね、かっこつけた、いやいやいや、でもね今いい話ですから、なかなかできないよ、 そうですよね、そこは、いやそれはわかります本当に、うん、うちもちょっと違う話なんですけど、漫画も担当編集変わってくるんですけど、まあ、初代がどうしても口出したくなっちゃうんですよね、 それはやっちゃいけないと思うんですよ、そうですね、うん、そうしないとやっぱ次の人育たないんで、うん、で、まあ、見事にリッキーはちゃんとね育ってくれて、ね、いやいや、よかった、いやいや、でもね、うん、いやでも本当すごいなと思うんですよ、はい、そこにリッキーさん今日言っちゃいましょう、藤沢さんに感謝しましょう、いや、言いたいことどんどん言いましょう、本当にそうです、だから そこでそういうふうにこうもう完全にお前があのやれって言って、まあ、実際俺インタビューでも答えたことありますけど、はい、俺が作ったもの全部ぶっ壊していいって言って、はいはい、言い切って立ち去ったんですよ、それってやっぱ難しいんですよ、そうですよね、クリエイターとして愛情があればあるほど難しいんですけど、それを割り切ってできたっていうのはすごくて、でもね、うん、俺の作ったものを気にしながらやんなさいとは言えないかないやちょっと気遣いながらやんなさいって でもさ、後からさ思いはね、うん、ありますもんね、でもここからここはこうした方がいいんじゃないって言っちゃうじゃん、うん、まあね、だから情報としてはもうなるべく聞かないようにしようと思って、あとはリッキーが、うん、でも実際さ、その、うん、なんて言うんだろう、いろんなところから情報は入ってくるから、うん、リッキーがこうやってるの良くないんじゃないかって言ってる声とかも聞かなくもないわけですよ、うんうんうん、でそういう時は、うん、俺は分かんないから、だからその、うん、
中途半端なことは全く言うつもりないし、うん、その時現場にいた人間でしかできない判断をリッキーはしてるわけだから、うん、俺は全面的にリッキーのやってることが正しいっていうのは今も思ってますよ、うん、いやだからでも それはねすげえかっこええなと思います。いい話だ、俺のかっこいい話もっとしようしましょう。かっこいいよ、なかなかそこはこう、でもその最初で言うとリッキーさん藤沢さんを見てたわけじゃないですか、うん、バージョン1の時はどうだったんですか藤沢さんは。いやでバージョン1はやっぱそのリーダーシップ持ってそこきっちりやってましたよ、はい、いや当然気になったことがあれば言ったけど、はい、やっぱ言って そこが変わることもあれば、やっぱその藤沢さん的にはそうこうしたいってところがあって、うん、あじゃあそうなのかっつってじゃあそうしましょうって話もあったし。へ俺ねリッキーとさ、うん、昔さ、うん、日曜日の夜に毎週打ちっぱなし行ってたじゃん行ってたね行ってたね。でさなんかその、うんまあ、仕事忙しくなってからしかも夜だよね深夜ぐらいだよね2人でさうちの近所のすげえ安いっぱなしがあってしかもさいい話10キロぐらい離れた場所にしかその打ちっぱなしないんだけど、はい、あのね深夜車飛ばして俺のとこそやに来てるのリッキー家の近くまでリッキーを迎えに行って打ちっぱなしやってリッキーを送ってそれ帰る彼氏みたいな。そう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 であの100球ぐらいね打ちっぱなし打ってね、で下手くそとかどの知り合いをしてどの知り合いをしてお互い下手だったやつやつやつだからさでなんかやっぱディレクターを任せてから、まあ、忙しくなったっていうのもあるんだけど、うん、やっぱ一気に余計なこと言いたくない気持ちもあって、うん、あんまりさ一緒に遊び行かなくなっちゃった、うん、あそうだね、そろそろ遊ぶか、そうだね打ちっぱなしを再開するか、そうだね、そろそろ遊ぶかっていいっすね、なんかねちょっと気遣ってた部分もあった、そうだね、なかなか一緒に会うとどうしても仕事の話になりがちだからね。あ、まあ、そうですよね、うん、お互いそのポジションがありますからね、うんうん、暗記もが評価されてここにも暗記もさんがねそうね、そんなことありましたね、うん、でも、ね、まだ相変わらず忙しいんでしょ、どうせ。いや、めっちゃ忙しいね、打ちっぱなしてる場合じゃないんでしょ、打ちっぱなしてる場合じゃないねそんなことやってる理由がないそうだよ、ね、いや、あなたもでしょ、あそうあの1月14日じゃあ、もう1月14日ダウンロードしてください4月14日じゃないかもしれないまだ分かんない、すごい開発会社が頑張ってくれてて、うん、開発会社みんな尊敬してます頑張ってください皆さん、はい頑張はい、多分見てるんで、うんね、リッキーさんなんかじゃあ逆に、うん、藤沢さんに今相談したいこととかはないですか。相談したいこと、この間ちょっと話したんだよね。そうだね、まあ、どういう話したんですか。あれは人前で話すことじゃないからそうだね、なかなかこうね言いづらいところではあるけど、でもまあなんか今でも言ってるけどなんか悩んだ時はいつでも来なと、うん、俺はお前の味方だから、うん、かっこいいでしょ、かっこいい、かっこいいでしょ、かっこつけてるよね。そこはなんで三宅さんだけ否定するのか分かんないけど、ね、俺を否定させたら世界一だからイラッとしなくていいじゃん、こんな場でいるかよおかしいだろこんな場でよの客を否定してくるの全力で、どんな場でだよ、本当だよ何が悔しいですか。三宅さんもかっこいいって話しますじゃん。いやいやいや、三宅言うのかっこいい、三宅言うのかっこいい話します。コウさんアストロランドの話しますだから三宅言うを、え逆にじゃあお二人が、はい、三宅さんにすごい感謝してることとかありますか。あんまねえな。ないの。ないの。いやいや。でもさ、ないんであればちょっと不存です。任してくれるよね。クリエイターに対して。あのね、うん、でも今回新しいプロジェクトやったじゃん。うん、そんな人のこと信じてない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。俺、エイトからこの人と一緒にやってるんだ。そうですね。いや、エイト、ナイン、テンと、俺はこの人のために随分頑張った。そうそう。その俺を何にも信じてない。ちょっと待って。今さ、最低。いい話をするタイムだよ。俺も言いたくてしょうがない。人前で。いや、言わなきゃダメですよ。ちょっと、俺は10年尽くした。だよね。あのね。そりゃねえよ、三宅さん。だよね。うちらの部門長だよ。今、うちらの部門長が酒ついてくれてるんだよ、俺たちに。そこでそういう返ししちゃう？本当ちょっと耐え難かった。耐え難かったって相当です。俺の10年を返す。すごいなおい。ね、それはそれですから、ね。すごいな。部門長は部門長。部門長は10年は10年ですから。なるほどね。あともうあの、ね、クリエイターとしてそれぐらいの意気込みが必要ってことだよ。まあまあ大体ねプロデューサーとディレクターも喧嘩するのもでも今までさ俺のプロデューサーはさ市村だったりさ斉藤さんだったりさがついてたから。
直接喧嘩しなかったんだけど、うん、今直接喧嘩そっかそうそういないわけです。今まででも喧嘩してたでしょちょっと。だからね、市村とか斎、うん、藤洋介とは喧嘩してたけど、宮城さんとは、ね、それなりに温厚な関係を築いて間を挟むからね。最近そんなに温厚じゃない。いや、あなた俺に対して、ね、プロデューサーとは喧嘩するぐらいじゃダメだって言ったじゃん。俺はそれまだ学んでるよ。だって喧嘩してんの。いや、してるよ斎藤洋介と。多分やってるか偉いね、うん。なんかリッキーがあんまり人に怒ってるところはあんま俺イメージないんで。いやでもやっぱ譲っちゃいけないとこってあるじゃん。そこに対してはあの、いや、それこそ藤沢さんから言葉もらってる、戦ってるよそこは。このコーナーまだやってんのこれ。いやでも多分なんか何やなこれな。多分結構ニコ生見てる方たちってなんだかんだやっぱ真面目な話とか、すごいゲームの裏話とか好きなんで、はい、ここは一番多分楽しいと思いますよ、ね。そろそろ踏み込んじゃいけないエリアに入る。いやいや、そうだよ。だって、いやいや、あなたが入ってたらそこに対して。うちの部門長に対して目の前にして言ってるよ。三宅優はこういうネタ要因にしちゃいけないよ。そういうことだよね。そう、番組の最初からそう言ってるのに、何なんだこのコーナーは。大丈夫かこれ。最初からいましたからね。大丈夫、来週後悔するんじゃねえか、この。やっちゃいけない番組。やっちゃいけない番組。リッキーさん的には三宅さんどうなんですか。いやでもいや本当にさっきも言ったけど、はい、任せてくれるのよ。そこはありがてえなと思ってて、三宅さんがさ、うん、はい、ドラクエ10の、ね、スタッフ全員に、うん、あのドラクエ10は、うん、世界に2つとないオリジナリティにあふれたいいゲームだってメールを送ってくれたことがあって、うん、はいはい、あれすごい感動した。いやそうだね、あの1回だけ。ちょっと待って、一言余計なんだって。ちょっとずつなんかね、それ言っちゃうのよ。でもよかった、1回あって1回あって言われた。ゼロか1か大きいですよ。大きい大きい、1あるだけでやっぱり思いに残ってるわけだから。いやでもね、うち あのプロデューサー陣の人って、はい、言いたいことは言ってくれて、はい、最後にクリエイターとしてこうしたいんだって言うと最後は認めてくれるじゃん、はいはい、だからそこはすごくいいな。人によるかな。ちょっと待って、ごめんごめん、あのいい話ですよ、俺まとめようとしてたけど。どうぞまとめてください。どうぞ。俺にはまとめられません。いやいや、いい話、いい話ですよ。じゃあ、分かった、あのね、いろんなことがありすぎてまとめられません。三宅さんはいいや。三宅さんいいや。じゃあ、あの、ヨースピさんはどうですか。ヨースピはいいよ、どこだよ。お二人。あれは本当にいいよ、どこだよ。ちょっと待って。あれは、っていうと。その言葉をストレートとして受け取ると、三宅さんはそんなよくない。三宅優も、あの、詰まるところがいいよ、どこだ。何なんだろうな、これ斎藤洋介の方がもっと任せてくれない、うん、そうかな。いや嘘、違う、そこの感想違う。そうかな、俺斎藤さんかっこいいなと思ったら俺は三宅さんの方が任せてくれてるから。多分今ね、今斎藤洋介とリッキーが一緒になってるじゃん、うん、今新しいやつで高校一緒になってる、やっぱ直接やってる D と P は対立するのよ、ね、ああなるほど。でも俺、あのドラクエに関して言うと他のプロデューサーがいるから、うん、あの1個上なのね、これ、うん、話としては1個遠いわけ、うん、だからそこはあのデコヒコの関係でね、はい、を作るから。なるほどね、そこの違いですよ。斎藤洋介と一緒に、斎藤洋介がプロデューサーで俺がディレクターだった時に、斎藤洋介何にも言わないの、うん、何にも言わない で何にも言わないから、うん、呆れられてるというか、うん、愛想つかされてるのかなぐらいの気持ちだった時代があったんだけど、ゲームできたら一番遊ぶじゃん、うん、そうだよ。ちょっと人が引くぐらいやるじゃん、うん、あれはかっこいいなと思って。いやそうだよ、うん、あれはね、愛なんだなと思ったね、うん、ゲームもやってるよ。昨日ドンモグラ。張り合わなくていいじゃん。今はヨースピさんかっこいいって話だから。いや、でもあれでしょ、チャンスコ特に取りに行ったんでしょ。取りに行ったし、あそうだよ、ね、しかも一人で取ったもんね。サポさんで。三宅さん、大体サポさんですよ。いつ見てもサポさんの。いろいろ事情があるわ。いろいろ事情があるわ。あ、かっこいいってコメントもらってる。かっこいい。ぼっち、ぼっちかっこいい。忙しいのに。このコーナー、こんなある。てかさ、明らかに時間もオーバーしてるよね、これね。やっぱりみんなが求めてますからね。あ、そう、そういうこと、そういうこと、うん、もうちょっと頑張れ。そうっすよ、もうちょっと頑張る、うん、だってまだ3周年ですからね。あ、でも10年に向けてね、頑張んなきゃいけないよ。10年宣言しちゃったからね。じゃあもう本当は愛してもらってるよね、すごい。それは本当に思う。なんか毎日それは感じる。だいたい最初の想定のとこまで来たぐらいですね、うん、
3年ぐらいですよ。もうちょい。もう来てるでしょ。もう来てるぐらいです、うんね、一番最初の想定よりも来てるね、うん、あ、超えたぐらい、うん、それは間違いないです、ね、はいはい、あ、なんかお時間みたいですって感じで出てますけどね。じゃあ、すみません、はい、こんなちょっといい話でしたけど、またいい話だったのかな、はいはい、次に行きたいということなので、はい、行きます、はい、行きましたよ。